チャオ、あっちゃんです。今日晩ご飯の後のデザートを食べた後にね、何か食べたいって量があるから、何か甘いものが食べたいって言って出してきたのが、サケル組の何味、カラフルデコレーションアールスメロンピューレ塩メロン組。メロン大好きあっちゃん、メロン組食べたいと思います。で、メロンさんもね、冷えてるからまた食べたいけどね、いっぱいあるしね、うんね、もうメロンさんとメロングミを食べていこうと思います。はい、メロングミ、メロンで先にグミ、なんかついてる、キラキラしてるのがついてる。何これ、なんか書いてなかった、キラキラ書いてなかった、デコレーションって書いてある、意味わかんない。はい、で食べたいと思います。メロンじゃないやん。あ、なんかジャリってしてる。パチパチしてへんね。うん、ジャリってしてる、このデコレーション。うん、あとはなんか、うん、メロン、あの昔のほらメロンの形して喋ったってやん、怒って上げて、懐かしいな。うん、あれみたいな味、うん、美味しいね。言えた、まあ、ジュリの宣伝や、なんでこんなこと使ってんのやこれでいいのだみたいな、ジュリー貯金しい、美味しい。サカンと食っても食ってもサカンと食べても食っても言ってしまったな、うん、こんなわけないやろ。サカンと食べても美味しいしね。昔介護かのやつやな、ん、めっちゃ話変な変わる、うん、昔介護かのやつやろ、海外、介護かのやつやろ、うん、介護かのやつ、そう、もっと昔って介じゃなかった、医師やろ、うん、でも医師変にしたらいいんじゃないもん、お金、うん、なんで介変にしたいの、赤いん、介変、介変じゃない、お金って金やんか、多分、でも介ってためる、貯蓄の帳か、あ、なんか金に関するも買いにする、うん、金に関するも買いになったな。意思はあるじゃん、まだまだ昔のことやよ、あかんのこれ、うん、まだ猿と人間の間やったからじゃん、最悪やな、なんでこんな中途半端なとこを使ったんや、まあまあ、そんなことはどうでもいいねんけどもね、JA のね、コマーシャルから漢字の話、どうでもいいことないね、まあ小学校レベルの感じのお話でした。なんのこっちゃ。うん。今日はサケル君メロン味。美味しかったよ、これ。あと子供にでもあげよう。ってことでね、うん、1個だけ食べたら、味さえ見れたら、それであっちゃ OK なんでね。はい、ということで、この後、テレビでも見て、ゆっくりしたいと思います。はい。では、またね、バイバイ。美味しかったよ。うん。